これは何なんだろう。ねえ、ゴミではないですよね。ああ、何なんだろう。フルメンバーでサッカーするのは厳しいと。はい、そうですね。まあ非常に狭い感じなんですけど。ですよね。で、新井ちゃんもその世紀橋ってのは初めてですか？ああ、まあ昔ちょっと行ったことがありますけど、まあこれは大仏湖じゃなくて。大仏です。大仏湖。どうですか、ね、はい、はい、これは、はい、かわいいです。癒されると思います。はい、というわけで今日は世紀橋に来ております。世紀橋来たことあります？昔来たかもしれないけど、あんまりさえないのでちょっとよくわかんない。この辺はちょっと詳しくないですね。はい、結構ね、世紀橋っていうのは面白いんですよ。ディープスポットということで、立川は知ってますけど、はいはいはい、それ以外はあまりよく分かんないですね。でちょっとあれちゃん、はい、いろいろと、はい、案内したいなと思います。はい、はい、じゃあ、なんて言う、もう大丈夫です。はい、あ、はい、はい、じゃあ、ここがね、世紀橋っていう、はい、橋があるんじゃないんですか？橋は、はい、地名なんですかね？あ、地名です。あ、橋があるんじゃなくて地名なんですね。地名です。あ、知らんかった。はい、はい、大きな橋があるんかと思ってたけど、地名の名前だったのかな？地名の名前です。あ、はい、じゃあ、じゃあこの神社はどんなんですか？これはなんかやっぱ昔からの豊川稲荷ということで。あ、でもちょっと小さいですね。これ、はい。じゃあちょっと向こうの方行きましょうか。事務所に行ったら備前FCとか紹介されて。でもそんな遠くまで行くのはしんどいから。はい、そのあられちゃんはその、はい、サッカーの選手になりたかったと。はい、でもサッカー選手にどうやってなるのかやり方が分からないので、はい、陸上の大会だと陸連に直接行ってから大会に出たいって言えば登録して出ることができますけど、はい、そうですね、サッカーはどっかの備前FCとかに所属しなくてはいけないんで面倒くさそうなので、ちょっと私には向いてない。わかります。そういうことなんですね。それで陸上の方に、備前FCはやっぱ遠いのは遠くてしんどそうだったので、それがやっぱ諦めた原因ですね。はい、ありがとうございます。あれちゃん、これあれちゃん、これ何ですかね、この。これはゴミ捨て場かな。石が。ああ、石ですね。何かなの。結構な重さがありそうですけど。うん、ああ、これは何なんだろう。ねえ。はい。ゴミではないですよね。ああ、何なんだろう。はい、ありがとうございます。ですけど、結構ね、面白い、壁画が、あるんですよね。アートがね、よくスプレーとかで、描いてる絵が。なんか落書きとかじゃなくて、落書きなのかな。まあでも昔とか、ヒップホップっぽい落書き。そうですね。そういうのと。2パックとか描いてんじゃないかみたいな感じですね。あ、アートっていう、ちょっと汚い感じになってます。そうです。スプレーを描いてなんかはぐ、風車とか歯車じゃなくて、朝顔。なんか、ちょっと全体的に汚いけど、ちょっと、この横たわってる大仏がいいですね。あ、これは大仏湖じゃなくて。大仏です。大仏湖は、インドネシアとかあったかな。そうですね。そういうのが、
そうだな、茨城とかに立ってる 100m の仏像があったりするのかな。 ありますね。あ、うん、これが立体で作れば作ることができればいいな。そうですね、50m もっとあるかな、何メートルあるかちょっと分かんないですけど、そうですね、まあチェルノブイリのシェルター、最近できたチェルノブイリのシェルターもものすごいバカでかい規模で、チェルノブイリの原子炉そのものをもう超巨大なシェルターで覆ってしまってるわけですけど、まあはい、そういう巨大さを感じますね。マスク小菊、白菊、稲荷神社、白玉稲荷神社、はい、ちびっこ広場って呼ばれる、行ってみましたかね、ちびっこ広場。ああ、自転車は鍵しなくても。これはちょっと小さい感じなので。そうですよね、広場とかスポーツやるにはちょっと狭いかなって。ですよね、ですよね、ちょっと広場ですけどちょっと限界がありますよね。あ、広場っていうともうちょっと開放的なイメージがあったんですけど。ですよね。ちょっと、ま、向こうまで行ってみます。あ、はあ、うん、まあここでフルメンバーでサッカーするのはちょっと厳しい。フルメンバーでサッカーするのは厳しいと。はい、そうですね、まあ非常に狭い感じなんですけど。ですよね、これかなり、うん、ね、はい、歴史は長いと思うんですけど、ね、変わった家というか、まあなんか、もう多分ここ人住んでないんだろうね。今現在ね、そのあられちゃんと、正規橋周辺のエリアを、歩いているということで、あられちゃんもその正規橋ってのは初めてですか？まあ昔ちょっと行ったことがありますけど、まあ、まあ、ほとんど行ってなかったんで、でもあれがスケートリンクだと思います。そうですね、スケートリンクが目の前にあるんですよね。結構有名なねところなんですけど、はい、岡山国際スケートリンクということで、ここね、一つね面白いところあるんですよ。ちょっとマニアックな感じの、あられちゃんちょっと好きかもしれないです。ここですね。ちょっと降りてみますかね。はい、どうですかね。はい、はい、これは、はい、かわいいです。癒されると思います。あ、もうちょっと近くで。白い、なんか白、熊かな。
そうですね。はい。まあちょっと冬仕様な感じですけど。ちょっとこのスイッチを押してもらいたいなと。はい。はい。どうですかね。はい、すごい音が出てすごいいいと思いますですね。どっから音が出てるのかな。どっから音が出てるのかな。もう一回。はい、もう一回押します。あ、そうです。あ、ありがとうございます。あ、さっきの今の曲は何の曲か分からなかったんですけど、何だったかな。あ、はいはい、なかなかいいと思いますですね。はい、というわけで、あられちゃんありがとうございました。今日は、はい、というわけで今日はね、こんな感じで終わろうかなと思います。まあ、世紀橋周辺はもうこういう感じでね、ディープスポットだということですけど、あられちゃん的には好きですか。はい、なかなかいいところだと思いましたですよ。はい、これとか、はい、はい、すごい、はい、よかったです。またね、機会があれば個人的にも遊びに行ってみてください。あ、最後にあられちゃんのファンに一言。あ、はい、応援ありがとうございます。そうですね、陸上男子 100m ですね。まあ、たった 100m 走るだけのことなんですけど、それで世界一になるって、はい、まあ、ものすごいことなんですけど、でもまあ、やっぱサッカーとかにの超メジャースポーツに比べたら、そんな知名度とかはやっぱまだまだなんで、はい、はい、それはやっぱもっと上げていきたいかなっていう。はい、ありがとうございました、あられちゃん。じゃあそれでは頑張ってください。はい、失礼します。あ、それ寄付ですか。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。